皆さんこんにちは、前田和美です。鳥丹13分教室、この番組は鳥取短期大学の先生に子育てをテーマに生活に関するさまざまな情報や知識を教えていただきます。今回は幼児教育保育学科の松本先生です。先生よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、さて今日はどんなことを教えていただけるんでしょうか。はい、以前に 2,3 歳くらいの小さいお子さんの運動遊びをご紹介しましたので、はい、今日はもう少し大きくなった4歳ぐらいのお子さんを対象に、親子でボールを使って、ついたり転がしたり、投げて取ったり、できるだけいろんな体の動かし方のできるような遊びをたくさん経験させてあげたい。でしかもそのボールのような用具を使って遊ぶ、これ操作性の動きって言うんですけれど、その用具と自分の体を一緒に動かすだとか、用具の動きに合わせて自分の体を動かすとか、そういった体験をさせていただけると、その、運動体験としても広がっていくし、そういうことで今日は親子でついたり転がしたり、ということで楽しんでやりたいと思います。わかりました。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は幼稚園保育園の先生方と園児の皆さんにご協力いただきます。まず最初はボール渡しです。ボール渡し、一生懸命2人が後ろにそり合ってボールを渡す、もらう、それから今度は足を広げて股の下から、パス、もらう、これを頑張って体を使ってやってみたいと思います。先生、これをする時のポイントって、声を掛け合いながらしっかり、意外とお子さんの身長が低いの で、 そうです、ね、大人はしっかり反らないとボールに手が届きません。確かにそこが、大人にとってはポイントです。大人も結構辛いですからね。反ったり曲げたりして普段の運動不足を解消してもらいたいと思います。続いてはいくつかボールを転がして親子でパスし合うようなことを2つ3つやってみたいと思うんですけど、最初は足を長くして伸ばしたままで、で、できるだけ長い足のまんまで転がせるといいですけれど、ちょっと大人の場合無理だったら少し、足を縮めてもらってもいいですが、お子さんはきっとね転がせると思うんです。上手にしてますね、みんな。今度は、同じ形態なんですけれど、足を上げて、今度はちょっと腹筋、お腹の力をちょっとつけようかなということで、足を下ろさないでお尻の周りを一周転がしてからパス、これを子どもさんも大人も頑張ってちょっとフラフラしそうですよね。やってみたいなと思いますね。腹筋に力を入れるようなことも少し意識できるといいですよね。そうですね。さて先生、続いては今度は、同じ転がすんだけれど、後ろ向きになって、股の下から転がしてみようかということです。どんな転がし方でもいいんだけど、普段やらないような姿勢や動作で行くよとか、上手だねとかって声が掛け合える、これがやっぱり親子ならでは の、 楽しい気分もね、盛り上がってくると思います。もう一つ今度は腹ばいになって転がしちゃう、ボールを転がしてパスっていうとよくね、座って開脚でっていう、パターンが多いんですけれど、ちょっとこれはやっぱり頭を持ち上げる関係で背筋が使わないとなかなかね、うまくボールの操作ができない、その辺を楽しくやっぱり声を掛け合いながら、上体反らしの要領でできるようになるといいな。なかなか思いつかない感じですね、これ普段。で最初は、距離を短くして何気ない感じでやって、慣れてきたら、だんだんとお互いにね、距離を伸ばしていって、思い切り、だそれだけ上体を反らせて、力を入れてっていうことになって、随分と筋力系の動きにもつながっていくし、柔軟にも、働くと思います。家でもこうしっかりと体を鍛えることができそうですね。
ボールといえば、はい、やっぱり突くっていう動作を、そうですね、導き出したい、はい、ですぐ大人は片手で連続で突くっていうことを、まあ、させたいんだけれど、最初からみんなね上手にできるわけではありません、はい、いろんな方法で突いて1回だけついて取る、自分でねついて取るんでもいいんだけど、親子で向かい合ってこうやって誘いながらついて取る、ついて取るっていうこのリズムに体を慣らしていきたいですね。でやっぱりつき方も弱いとなかなか相手に届かない、そうですね、強すぎてもキャッチしにくい、はい、その力加減をやっぱり自然とこんな遊びから子どもたちは学び取っていってもらいたいわけですよ。大体何歳ぐらいからこういうついて取るみたいなことはできるようになるんですか？もうこのお子さんたちがもう4歳少し経ったお子さんですね、はい、だいぶこうやってできるっていうことは、ね、3歳の終わりぐらいからはだんだんボールに興味を持ち出したりすれば少しずつできるようになっていく。これもいっぱい機会を与えると、はい、それは当然どんどん上手になっていくし、それから全然ボールに触れなかったりそういう動作をしないってことになると、うん、他の能力は伸びていっても、はい、意外とついたりキャッチしたりすることが馴染めないってできないってことになるかもしれない、うん、とにかくたくさん経験させてあげたいですね。さあ先生、続いてもボールを突く遊びなんですね、はいはい、ドリブルです、はい、でまだこの年齢のお子さんたちはこんな風にですね、連続で上手に突くっていう段階ではまだないんですけれど、だからご自分一人だったらなかなか連続で続けれないんですけれど、大人がちょっと手伝ってもらうとね、はい、また調子を整えて突く、そうやってこう連続で突くっていう楽しさを、ね、経験してもらいたいなって思います。大人が少しこうやって手を加えるだけで、はい、子どもたちの体験はどんどんこうやって広がっていくんですね。で上手になってきたら例えばこうちょっと数を数えながらね、はい、2回ずつねとか3回ずつねって言いながらリズミカルにできるようになるといいですけど、まずは、まあ、何回続けてつけれるかなっていうようなことでもいいと思いますよね。やっぱりこう長くつけると子どもも嬉しいですよね。そうですよね。やっぱりボールの一番の特徴はこの弾むっていうことにある、はい、だから子どもたちも自然につけると嬉しいですよね、はい、連続でつけれるようになると嬉しい。さあ先生、続いての遊びですが、はい、いっぱいついてちょっとこう息が上がってきたので、はい、今度は座ってやります、はい、で足を使います今度はね、で足を使うといえば、まあ、蹴るということになるんですけど、そうですね、今日はあえてですね、そうではなくて挟みます。挟むんですね、はい、手を使わないで足だけでボールを挟んで、はいはい、で今日はお父さんやお母さんがいるのでパスをします。お互いに足だけを使って、はい、パスを試合っこしてみようかなと思います。でこうやってボールを挟んだままでお尻でくるっと一周するようなこと、そしてパス、その間ボールが落ちてしまわないようにしっかり足に力を入れて頑張ります。さあそして先生、先ほどの遊びから徐々に難しくなってきているようですか？はい、これはまた1段階難しいんですけど、同じように足に挟むんだけど、ちょっと今度はゴローンと姿勢を変えて、はい、できれば球の向こうまでボールがタッチできるとすごい、まあ、これは、まあ、一見柔軟性の運動のようにも見えるんですけれど、特にその姿勢がこうやって大きく変わってで足が上に上がっていくわけですね、はい、でそうすると慣れないうちはどうしてもボールが落っこちてしまいます。もう今日のお子さんたちよく集中して頑張ってやれてますね、まあ、こうやって普段本当にやらないような姿勢をこう引き出しながら、はい、子どもさんがいろんな風にいろんな体の部分に意識を向けて自分の体を思うように動かせるようにするという、そういう力を引き出していきたいと思いますね。さて続いては、
はい、今度は投げてキャッチです、はい、投げてキャッチ、はい、さっきはついてキャッチをしました、はい、今度は投げて、そう、投げられたボールをキャッチ。だいぶお子さんたち上手にできるようになってます ね、 すね、うん、最初からなかなかね、あの取れないんですけれど、はい、少し慣れている感じがしますね、うん、しっかりと投げて、はい、取ってますね、はいはい、さて先生、先ほどのように普通に投げて取れるようになったら少し難しいことに挑戦していくんですね。そうですね、まあ、どんな投げ方でもいいんですけど、はい、ちょっとわざとね、普段やらないような投げ方をやってみようということで、はい、後ろ向きで投げるっていうようなことにもちょっと挑戦です。お父さんお母さんも後ろでね、キャッチしてくれるって思うと安心して子どもさんたちを思いっきり投げれる。だからそうやってその普段やらないような動きをできるだけこう誘いかけてあげてほしいなと思います。先生、今日本当に子どもたち楽しそうだったんですが、家でね、こう思いつきそうで思いつかない遊びばかりでした。そうですか。うん、まあ、あの最初から子どもさんたち上手にもちろんできるわけではないので、今日のようにちょっと大人が手を貸してあげたりするだけで、どんどんあの喜んでやられる。で、今日はまあボールでした、はい、ボールはやっぱり弾むっていうことが一番の特徴で、もう子どもたちの気持ちをぐっとあの引きつけるすごい力を持っているので、そういう特性を生かしてもらって、はい、あのできる範囲のことでいいので、あの誘いかけてあげていただきながら、まあ、親子で楽しむ、そのできたできないっていうことよりも、はい、あの親子であの楽しかったなっていう思いを共有してもらいたいと思うんですね。運動はその縁任せっていうだけではなくって、ちょっとこうお休みの日など、あの親子で楽しむ、体を動かして楽しむっていう、そういう時間をあの大切にするっていう、そういう習慣作りを何よりも大事にしていただきたいなって思いますね。楽しい遊び、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。